前らもっと新たな声出してくれよ。はい、どうも、ジョー声です。いきなりちょっと失礼しました。今日はね、こちら、アルプススタンドの端の方という作品をご紹介したいなというふうに思います。こちらの作品ね、現在では上映館ちょっと少ないんですけれども、31日の方から多分全国的に徐々に広がっていくと思うんですけれども、まあ、ぜひ見てほしいなという作品でございます。ちょっとすごい長く喋りそうな感じなので、前半は映画の感想、そして後半からはね、こちら高校演劇が原作ということなので、高校演劇についてちょっと話したいなというふうに思います。で、まずはね、ちょっと映画の感想なんですけれども、この作品はすごい青春映画、胸熱映画なんですけれども、ちょっとね、一般的になんだろう、青春映画もう飽きたよ、見飽きたよっていう人いるかもしれないけど、この描き方っていうのは角度がちょっと他のやつと違っていて、で、すっごい熱くなるんで、どんぶり青春映画よりも熱くなりますよ。まあ、まずね、作品のテーマ、もうタイトル通り、アルプススタンドの端の方っていうことなんで、アルプススタンドの端の方にいる人たち、の話なんです。もう、これなんじゃこりゃってなるかもしれないですけど、話的には元演劇部の女子二人がアルプススタンドの端の方に行って野球とか特に興味ないんだけれども、学校の甲子園第一試合だから応援しに来いっていうことでもう無理やり来させられた。それでも野球のルールわかんないしね、みたいな感じの、もうそこの会話めちゃくちゃ面白いんですよ。あれなんでアウトじゃないのとか、もう本当によくわかんない、ルールもわかんないで、ただ単に野球を見ているその女子二人。そしたらそのところにね、あの男子一人やってきて、なんでこんなところで前で見ないの？あ、僕ここでいいよみたいな感じの男の子が一人やってくる。で、その男の子っていうのは元野球部の子なんですね。はい。そしてどうして野球をやめてしまったのか、これはね、ここで話すよりもやっぱ映画見てほしいなっていうことでちょっとあまりは話しません。そしてもう一人、女子もう一人やってくるんですよ。この女子もすごい優等生で、アルプススタンドの本当端の上の方で突っ立って野球を見ている。もう最初その4人の構図の中、会話があったりとか、その会話も面白かったりだとか。で、あとはね、これ映画なので、舞台と違ってちょこっとアルプススタンドの端の方だけではなく、アルプススタンドのいわゆる真ん中の方で吹奏楽で応援してたりとか、野球とかファーって応援してるシーンも見せたりだとか、あとは先生がちょこちょこ入ってきたりだとか、いろいろまああるんですけれども、でも基本アルプススタンドのみなんです。だからこの映画のすごいところは、野球の試合一切映しておりません。普通舞台の映画化となると、舞台もね、アルプススタンドの端の方のみなんだけれども、普通さ、舞台の映画化になるとさ、やっぱ映像だからそれなりに他の場面転換とかを見せたいから、野球の試合も普通見せると思うんだけれども、もうここのね、映画は本当に見せない。野球の試合を一切見せないで、そのセリフとかからもう勝手に観客がね、今野球どんな感じなのかとか頭で想像してみる。他にもセリフで人物とか出てくる、その人物もどういう人物なのか勝手に想像しながら見て、本当に楽しめる作品です。このね、想像っていうのが本当に良かったんだけど。で、あとね、映画としての特徴、もう一つはカメラワークなんですよ。僕ここに結構感動してて、最初はね、固定カメラでポンって置いてる多分カメラだと思うんですよね。その固定でどんどん人物を映して、その自然の会話だったりとか、そういうのを楽しんで見てたんだけども、後半に行くにつれて、ジョンジョン盛り上がりに行くにつれてね、カメラがブレ始めるんですよ。多分手持ちに変えてると思うんだけれども、そこのね、ブレ具合がもう最高で、登場人物もどんどん熱が出てきたりだとか、そこでもう観客もね、一気に熱が出てきて、カメラにも熱がそこに伝わってきて、最高に熱くなってく。そういったね、カメラワークになっているんですよ。ここが本当に僕はすっごい良かったなというふうに思います。そして、音楽の方も、基本的にその、アルプススタンドで、演奏している吹奏楽部の、いわゆるね、野球の応援ソングですよ。そこしか音楽が流れないので、変にね、感動的な音楽とピアノとかそういうのとか一切なく、その先生がてー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 とか、もうそういった、いわゆる甲子園のテーマ、定番なね、そういう吹奏楽の音楽のみ。あとはもう、無音か、環境音か、そんぐらいだから、いや普通にね、変に音楽臭さの演出とかもないんだけれども、その吹奏楽の音楽と、特にね、俺最初のタイトルの出し方がすごい好きだったんですよ。アルプス一万尺の演奏をやってる時にポッてタイトルが出る、あそこのタイミングが超絶エモいなと。もう見てて、はぁってなりましたもん。映画の感想はちょっと、一旦これぐらいにして、また後々話すかもしれないですけど、ちょっとここから高校演劇について話そうかなというふうに思います。高校演劇ってよくね、バカにされるって言うとあれだかもしれないんだけども、知らない人が多いんですよね。もう演劇部あるあるとして、演劇って大会あるのっていう、そのね、映画のセリフでもあるんだけれども、ほっとこれあるあるで、
で、僕の高校でも演劇部があること自体知らない人の方が圧倒的に多いわけですよ。で、いわゆるクラスのヒエラルキーですかっていうのをこの映画見てて、なんとなく分かってくるとは思うんですけれども、もう実際マジであんな感じだよね。いわゆる野球部とか、まあ、水部もそうだよね。トップの方だと思うんですよ。一方、演劇部ってさ、めっちゃ下なんだよ。もう知られてない、いわゆる、一般的に。で、でも演劇って本当にすごくて、特にこの高校演劇、原作が高校演劇なんですけども、舐めちゃいけないんですよね、本当に高校演劇。こんなにレベル高いんだと思いました。で、僕のところは千葉なんですね。で、千葉ってレベル高い方だと思うんですよ、その県大会の方が。本当に上手いところはすごい上手くて、で、またね、お金もかけてたりとか、顧問の先生が関わってたりとかすると、もっとすごいわけですよ。もう僕の高校では、すごい弱小最初演劇部だったんです。はい。最初入ってきた時に、正直言っちゃうと、ああ、そう、こんな感じなんだっていう感じで、ちょっと残念だったんですね。まあでも、演劇だし、なんとでもしようあるからって言って、で、しかもうちの代が結構いいメンバーが揃って、もうみんなでやろうって言って、と先輩には申し訳ないんだけど、すごい大きな改革をして、で、その年の地区大会では1位じゃなきゃ県大会に出場できなくて残念だったんだけれども、2位まで行って、その次の年、僕らは引退の年なんですけれども、そこで1位になって、県大会に、その時初出場して、県大会で圧倒されて、もう本来ならここで僕ら引退なんで、次の大会出れないんだけれども、ここから熱が入っちゃったんだよね。県大会がくっそ面白くて、もっと演劇に真面目にやりたいと本気に、そこでスイッチが入ったんだよ、変に。でもなんか人間関係うまくいかなかったりしたんだけれども、高3になって本当は、部活引退なんだけれども、大学が僕早めに決まったんで、その後輩のね演劇をすごいねちょっとお手伝いというかさせてもらって、でその年もまた県大会に出場することができたんですよ、自分たちの力だけで。で僕らの年は既存の台本、元々ある台本から、そう、修学旅行、すごい有名なんですけど、修学旅行ってやつを、やったんですけれども、その一個下の後輩は自分たちで創作でやるということで、創作台本をわーって書いてたんですよ。なんだけども、これだと圧倒的に1時間足りないし、正直そんなに面白みないから、じゃあどうしようつって、じゃあこの劇を元に劇中劇を作ろうつって、劇中劇をわーってやって、で、もうなんかうまくいかなかったから、僕もなんかそこに手伝ったりして、結構面白い作品できたんですよ、これが。自分で言うのもあれだけど、うん。まあ、ただ、後半のね、うまくまとめかの仕方がちょっとうまくいかずに、そこも調整もあまりできずに終わってしまったのがちょっと後悔っていうのは後悔なんだけど、でもやっぱ県大会の舞台に出れたのは本当に嬉しかったですし、多分、県大会の学校、高校の出場高校の中で一番笑いが取った自信はあります。そんぐらいね、すごい大爆笑が起きた。うん。嬉しかった、やっぱり見てて。演劇にかける思いが本当に僕、やっぱ、その時にできたから、で、もちろん映画も大好きで、ここから映画にバーっていう時に、この作品を見て、やっぱすごいいいなと思って、で、僕さらに中学校の時は野球部だったんですね、しかもここが。だから、もう、登場人物、おさらいすると、元野球部の人、そして演劇部の二人。そう。で、しかもこの二人も高校3年生だから、本来ならここで引退、もう僕が高3の時と同じ感じの気持ちでわけですよ。もう、ここに共感しまくりで、まずね、元野球部っていうのも、野球今までやってたけれども、諦めてしまった男の子。そして僕のところの中学の野球部、正直めちゃくちゃ弱小の野球部だったわけですよ。千葉市でね、1位、2位を争うぐらい弱い中学校でした。はい。もう、そんぐらい弱くて、もう、ダメ。でもね、楽しかったんですよ。みんなで全力でバーって言って応援、それこそ応援の力っていうのはすごいなと思ったんですけど、そう。もうなんだかんだ熱くなってたけれども、でも野球はちょっとあれだなって冷めて、でも部活どうしようって言って演劇やって、演劇にまた本気になったりとかして、でその本気になるっていうのもなかなか難しくてさ、本当にさ、一度諦めたりすると冷めちゃって、そこからまた熱かかるのってなかなかきっかけっていうのは難しいと思うんですよ。で、そういったこのね、映画のアルプススタンドの端の方で、ただ単に試合を見ているそこだけだったのに、興味をなく見ているだけだったのに、後半に熱くなってるんですよ。そしてそこからみんなが切り替えて諦めないっていうことを学ぶわけですよね。うん。これってね、いわゆる普通に考えれば当たり前のことなんですよ。諦めないで頑張るっていうのはよく言われることじゃん。だけれどもさ、わかんないよね、そんなの。でもこの映画見ると、そういう気持ちすごいわかると思う。で、正直今の高校3年生の人たち、本当にね、野球の試合が中止になったりとか、もちろん演劇もそうなんですよ。春大会っていう大会も中止になっちゃったりしてて、もうすっごい自分でも悔しいし、僕はね、正直後輩に声を上げる、かけることができなかったんで、もう、
連絡も取れてないんですけれども、だからこの映画を見るとちょっとショックが受けるかもしれないな。あのやっぱしょうがないで片付けられてしまうことって本当によくあると思うんだけれども、ぜひともね高校3年生にこの映画見てほしいなっていうのはあります。やっぱり見ててちょっと嫌な気持ちになるかもしれないんだけれども、どうかねこのコロナウイルスで今いろいろ大変なことになって諦めちゃった人たちに向けて、エールを送ってくれてる、そんな作品だと思うんですよ。これを見てね、やっぱ舞台ってすごいいいなってのも改めて思ったし、映画もいいなってことも同時に思ったの。その舞台の素晴らしさ、そして映画の素晴らしさ、うまくマッチングさせた。普通偏っちゃうわけですよ。映画見てて、あ、なんかこれ舞台っぽいっつって映画じゃねえよなって思ったりとか、逆に映画化しても舞台の良さが消えちゃったりだとか、これは本当にうまくマッチングしてると思うんで、よかったら本当に見てください。またね、途中で出てくる先生がいるんですよ、ここに。お前、そう、最初にやったちょっとなんか変な人いたと思うんですけれども、それがいわゆる先生なんです。お前らもっと腹から声出せよーつって、この先生がね、もう僕の元担任にすっごいそっくりで、まあ、高1から高3まで僕、もう、なんか同じ担任だったんですよね。男子唯一で高1から高3同じ担任だったんですけども、超熱血先生なわけですよ。この人も野球部だったんですね。すごい野球部の監督で、はーい、人生は野球だ、うわーとかいう風に言ってる先生だったの。もう、俺の担任じゃんと思って、もうそっくりやなと思って。もう、あの先生もすごいうざいんだよ。うざいんだけれども、やっぱあそこまでやられるとこっちまで乗るんですよね。でも僕の元担任もそうだったんですよ。もうすごいわーってやるけれども、そこにみんな最初引いてたかもしれないんだけど、徐々に引き込まれて最終的にねすごいいいクラスになるんだよ。めちゃくちゃいいクラスになったので、ちなみにこれも僕のクラス T シャツなんですね。ただね、まあ僕の高校時代っていうのはものすごい暗い人生でした。もう正直高校時代はもう嫌だなっていうのが強かったです。で、まあ、なぜかというと、小学校、中学校の時は、どちらかっていうと、前に出て、わーってやるタイプだったの。先陣振って、旗振って、もう、イベントとか、そういうのすごい盛り上げる人だったの。小学校の時は応援団長だったし、中学も応援団で、ブワー、応援団とかなかったんだけれども、ただもう、先頭で、もう、パーフェクトヒューマン歌ったりだとか、そんなことをやってたんだよ。なんだけれども、高校になった時、その、田舎なんですけれどもね、小中っていうのは、まあ、大体ね、クラス33人、一クラス。そんぐらいでやってたのが、高校になって、一クラスが一学年33人ね。そう、高校になった時に485人になるわけですよ。で、僕ものすごい人見知りで、どうやって話しかけたらいいのかわかんないし、もうそこで埋もれてしまって、最初の、自己紹介はね、自分の時間だから、自分のように自己紹介することはできるんだよ。ただ、話しかけたりとかが無理で、そこで、うまくいかなかったわけですよ。で、僕って本来こんなんじゃないのに、最初、あ、どうも、こんにちは、みたいな、こういう感じで出だしちゃったから、僕はこういうキャラクターだっていう風になっちゃって、そこから今更ね、うわーっていうことができなくなっちゃって、ずっと高校生、友達もできずに、まあ友達3人ぐらいかな、とつるんで、ずーっと暗く教室の端でいて、たまに話しかけられても、あ、うん、みたいな感じの生活を送ってたんです。もう今考えればやっぱ自分の殻がなかなか破れなくてちょっと後悔だったんですけれども。はい。まあだからこそ演劇に力を注いだんですけど。まあでも演劇もね、そういう人たちばっかりで、クラスの中でも基本、底辺って言うと知ってるかな。でも、下の方でやっぱりうまくいかない。でもそんな人たちが舞台の上で活躍して輝く場っていうのは、やっぱ自分としてもすごい熱くなるポイントでして、そう。だから、やっぱね、なんだろう。うん。もう本当にいろいろな思い込み上げてきて、も最終的にもう涙目でしたね。そう、とにかく熱くなる映画なんで、皆さんもよかったらこのアルプススタンドの端の方を見てください。完全にね、今日は僕の話をちょっとしてしまったんですけれども、まあ、皆さんもそれぞれ自分の人生があると思う。その自分の人生とうまくマッチングするところあると思うんでね、はい、ぜひとも見てほしいなというふうに思います。というわけで、ここら辺でこの動画終わりにしたいと思います。ぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。久しぶりでした。